がとうございます。すいません。저기학생들이있는데학생들한테한번의견을물어보도록할게요좀더어려서잘알수도있어요아노스이마세보고한국어유튜버なんですけど프로듀스48ってご存知ですか見たことありますかそれに関してちょっとインタビューやりたいんですけど顔映るの嫌だったらマスクとかありますのでじゃあマスクしよういいですか生でも全然いいです。はい。なかなか知ってる人いないんですね。最初からですか？はい、見ました。詳しいと初めて見ました。韓国のプロデュース48をご存知ですか？はい。番組は面白く見ましたか？韓国番組に日本人が参加することにとしてどう思いますか？嬉しい。嬉しいですか？K-POP 元から K-POP 好きな方ですか？あ、そう。あの番組として褒める部分と不満なところ。韓国人のファンが増える。日本のアイドルに韓国アイドルが、あ、韓国のファンが増える。日本人メンバー3人がグローバルガールズグループアイドルとして2年半活動する予定で、1年半のうちは AKB や HKT の活動が不可能になるんですけど、それとしてはどう思いますか？アイズワンとしてはアイズワンのメンバーとしては日本の活動をやるんですけど、元のグループの活動が1年半は無理になるんですね。寂しい。答えが寂しいですか？落ちた韓国練習生の中でもったいない人とかいるんですか？ミャオ。何やったっけ？宮崎美香。韓国練習生です。韓国練習生はドア、キムドア。キムドア。ないんですか？あ、意見だけ。じゃあ最後の質問ですね。グローバルガールズグループアイゾーンに一言です。応援するので頑張ってください。頑張ってください。すいません、韓国のユーチューバーなんですけど、韓国番組プロデュース48をご存知ですか？はい。プログラムは面白かったんですか？面白かったです。韓国番組に日本人が参加することにとしてどう思いますか？いいと思います。ちょっと具体的に答えをお願いします。あんまりファンじゃないからそこまでは興味ないですか？日本のアイドルにめっちゃ興味があるわけじゃないけど、はい、韓国と、はい、日本人が、はい、コラボするのは、はい、見てて面白い。はいはい。その番組に褒める部分と不満なところです。日本人だけその投票を自分も、はい、したいこの人に投票したいってなったけど、はい、できないのがちょっともどかしいのはあります。はい、ありがとうございます。日本人メンバー3人がグローバルガールズグループアイゾーンのメンバーとして2年半活動する予定で、1年半のうちには AKB や HKT の活動が不可能になるんですけど、それにはどう思いますか？別に興味ないからしょうがないかな。かしこまりました。落ちた韓国練習生の中でちょっともったいないなと思ってる人いるんですか？大体で言ったら分かります。はい、何の歌ですか？はい、カムちゃんじゃない、ユンジンさん。ユンジンちゃんはすごい。それもったいない。グローバルガールズグループアイゾーンに一言です。最後の福岡に来てください。ありがとうございました。
한국の番組プロデュース48ってご存知ですか？はい、プログラム番組は面白く見ましたか？あんまり見たことない。そんなに興味は持てない感じですか？韓国番組に日本人が参加することにとしてどう思いますか？いいと思います。もうちょっと具体的にお願いします。そんなに興味持てないですか？あんまり知らない。はい、日本人3人がグローバルグループアイズワンのメンバーとして2年半活動する予定で、1年半のうちには日本の活動が謹慎あるんですけど、それとしてはどう思いますか？嫌ですか？なんでですか？もともと日本のアイドル、日本のアイドルなのにそっちもやってほしい。はい、日本の活動はアイズワンのメンバーとして続けるんですけど、 AKB とか HKT の元のグループでは活動ができなくなる。できなくなることです。グローバルガールズグループアイズワンに一言です。最後の頑張ってほしいですか？はい、頑張ってほしいです。ありがとうございます。